どうも改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ダダフ氏もですね、やはり、年末年始、なんとかですね、職員も、また市民の皆様もですね、ご協力をいただきまして、初詣も分散参拝ということで、大きな混乱などなく、新たな新年を迎えることができたわけですが、やはり陽性判明の方もですね、日々出ておりまして、予断を許さない、そうした状況が続いています。しかしその一方でですね、やはりコロナ禍の中でこそできる、そうした姿勢運営もあると、私自身、確信をしておりまして、仕事始めでも職員に訴えかけましたが、やはり24時間365日まずは市のため、市民のため、世のため、人のためにですね、頑張っていこうという思いとともに、やはりそうした逆風の時こそですね、発想を柔軟にして、新たなチャンスに変えていくということもできるんではないかと思っています。もともとですね、太宰府市は1314年の歴史を持ち、日本のですね、中枢として外交防衛、文化なり交易のですね、拠点として栄えてきた歴史があります。そうしたものをですね、しっかりと生かしていけば、太宰府市は年バリューもおかげさまでありますし、昨年は住みよい町全国20位、また魅力度で全国42位という非常に、福岡の中でも当然上位でありますし、全国の中でも上位を得ることができた町でありますから、そうした宝をしっかりと生かしてですね、また民間の知恵などもですね、お貸しをいただきながら、そして国県との連携などもしっかりと行って、人材交流なども積極的に行ってまいりましたので、そうした力を、外部的な力も生かしながら、そして最後はやはり市の職員をですね、力を引き出して市民の皆様の力をですね、生かしながら1年にしていきたいと思っております。特に今年はですね、本市が誇る太宰府跡、水木跡が史跡指定をされて、大正10年に指定されたんですけども、それからちょうど100年を迎える節目の、メモリアルイヤーであります。ですので、こうした契機にですね、これからの100年こうした太宰府の宝を生かしながら、そしてやはり日本一元気な、そして世界に冠たる都、町として、太宰府市がさらに飛躍するための、そうした議論をしていく一年にもしていきたいと思っております。私にとりましては、与えられた任期のですね、最終年ともなってまいりますので、今までの積み重ねをですね、しっかりと生かしながら、集大成、総決算の一年にもしてまいりたいと思っておりますので、どうぞ今年一年も、市民の皆様、の、そして、市外の方も含めまして、大太宰府的なですね、観点で、太宰府をさらに、近隣の方も含めて活性化させていただきたいと思っておりますので、どうぞ今年一年も皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。